それではですね、縫い上がりましたので、次は特殊な貿易を縫い付けます。特殊なね、この辺しかない、この特殊な水を、水って言っちゃった。水は特殊な水ね、この辺しかない。そりゃそうですよね、その場所、その地域ではそれしかないからね。こうして特殊な水をつけると、ただ皮が柔らかくなってきます。これ、端のもつけておきましょう。大体このぐらい感じでつけて、もうこうなるとね、横に引っ張ると、どん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 ね、いくらでもくるこれ、まあ限度がありますけどね、縦に押すとこのね、全然違うでしょ。で今回はね、こういうふうに使いますのでね、ちょっと伸ばしておきます。まあ、こうしていてもね、絶対元へ戻っていきますんでね、とりあえず引っ張っていきます。ちょっとね、もうすぐ貼るとね、なんかべしゃべしゃなんでね、しばらくしてから貼ります。はい、それではですね、貼っていきますね。まずね、このお尻のここを止めますね。3つぐらい止めて、で、こちらね、これね、だいたい70ぐらいに貼っとけばいいんですけどね、75ぐらいだよね。で、ちょっと横に貼って70ぐらいになるようにやってみますね。これまあ限度ですね、これが限度で、まっすぐ平行に左右対称位のをね、目指していきますのでね、これちょっとゴムが切れちゃったね。しばらく貼ってなかったので、こういうね、紐を貼っておきます。で、まあお尻も必要、お尻が一番必要か。ここ、大体真ん中辺ぐらい仮止めして、で、この線がここへ真ん中に。こうますね。ここ真ん中。で、お尻止めてしまいます。この辺ね、で、ここら辺もちょっとやめましょうか。この辺で、頭の方ですね。頭の方も、まあ、こう、平行に貼っていって、ここは問題やからね。こう、貼っていって、で、同じように貼っていきます。微調整はこれからやりますね。さあ、ちょっとこれがね、そっち行っていたら、ちょっとここで引っ張っておきます。で、線に合うように。これで大体ぴったりですね。ちょっとこのぐらいでしょうかね。ちょっとこっちが。
もうちょっと。もうちょっとかな。これでぴったり。まあ、この辺、多少はね。多少は、まあ、ね、ちょっとこっち。もうちょっとこっち。はい、これでね、はい、終わりました。ファグマで待ちましょう。